今日はですね、チェンマイのぼったくり店のね、もう注意喚起というよりはもうお店をね、晒しちゃいたいなとちょっと思っております。というのもですね、ベトジェットなんかでは直行便が出まして、本当に多くの日本人の方がチェンマイ観光を楽しんでいる方多いと思うんですけども、そんな中でですね、ぼったくりの被害の連絡結構あります。チェンマイのぼったくり、本当にね、昔から同じ出口でなくならないんですよね。注意喚起というよりも、もうここはもう行かないでくださいっていうところをもうね、私伝えたいなと思いますので、ちょっとね、こういったことは本来であれば動画としてね、こういうふうに言ってたら問題あるのかもしれないんですけども、あまりにもちょっとね、被害が多いというか、もう本当これほっとけないなというところでね、ちょっと今日は聞いていただけたらなと思います。まあ、大前提としましてですね、まずチェンマイでぼったくりに遭うね、一番の被害がですね、トゥクトゥクのおじさんについていくっていうのがあります。トゥクトゥクのおじさんなんかがね、女の子いるところ連れていくよとかね、バー連れていくよ、マッサージ屋さん連れていくよっていうような感じでね、絶対にそういったものにはついていかないようにしてください。トゥクトゥクのドライバーさんはですね、そういったお店に連れていくとマージンをもらうんですね。まあ、手数料みたいなものですね。そういったところに、まあ、あのお客様を連れていくと、バックでね、何パーセント入るとか、いくらもらえるとか、そういったものをね、トゥクトゥクのおじさんはそれ目当てでね、観光客の人を連れて行ったりするんですよね。もちろんトゥクトゥクに乗ること自体はね、全然いいんですよ。チェンマイにもトゥクトゥクたくさん走ってますし、普通に交通の面でね、使うのは全然大丈夫です。そしてトゥクトゥクのおじさんたちがね、全員が全員ダメな人、悪い人ってわけじゃないんです。そういった、トゥクトゥクのおじさんたちも、まあ、生活がかかっているというところでね、そういった観光客の人をそういった悪徳なお店に連れて行かざるを得ないっていうようなね、そういった状況もあるのも、まあ、確かなんですよね。まあ、なので、こちらの動画を見てる方はですね、トゥクトゥクのおじさんにはぜひね、気をつけて、そういった夜のお店なんかを誘われた際はきっぱりね、断るようにしてください。そういったトゥクトゥク以外のね、ただ自分でお店に行った時の被害というところで結構ね、メッセージを視聴者の方にいただいておりますので、そちらをね、紹介して、ちょっとね、お店が、こんな感じというところも含めてね、ちょっとね、お伝えしていきたいと思います。はい、まず視聴者 A さんからいただいた情報なんですけども、先ほどのようにトゥクトゥクのおじさんにね、声をかけられて、こちらが2万ヘミエリアだったそうです。2万ヘミエリアを、歩いていた際にトゥクトゥクのおじさんに声をかけられて、そのおじさんからね、バーに連れて行くと言われてついて行ったところ、ビールをね、2杯飲んだだけで高額な請求、1万5000バーツ請求されたというようなことになったそうです。はい、2人目の方なんですけども、たまたまターペゲート付近で飲んでいて、女の子がいるお店があったので値段を確認して入ったところ、全然違った値段の請求が来てしまいました。で、その方が請求が来たのが1万8000バーツだったそうです。で、その方はですね、5年に5ネタがですね、まあ、1万バーツに下がることはできたんですけども、中の方でですね、まあ、あの用心棒というかガードの人にですね、もう囲われてしまって、もう本当に怖い思いをしたというようなね、コメントいただきました。はい、そしてさらに、ね、視聴者 C さんの、コメントなんですけども、ナイトバザール付近でトゥクトゥクに乗ってですね、女の子がいる店に、飲みに連れて行くと、でトゥクトゥクの代金は無料でいいから俺が連れてってやるって言ったところで、その方も一人旅をしていたそうなので、まあ、女の子いるようなお店に飲みに行ってもいいなというところでトゥクトゥクのおじさんについて行ったところ、その方は2万5000バーツ、約、ね、10万円以上の請求をされたというようなことでございました。で、その方もこんなに払えないということで交渉してですね、結局は1万バーツ払ってですね、返してもらったそうなんですけども、もうめちゃくちゃですよね。本当にこういったところで、ぼったくりっていうのがね、もう横行しているような感じになっております。実は今回ね、皆様にいただいたお店全部同じ店なんですよ。全部同じ店なので、もう僕はね、ちょっとこういったお店なくしたいというか、チェンマイのことを嫌いになるじゃないですか。嫌な思い出になってね、帰っちゃう。特にね、なんかガードの人とかセキュリティに囲まれて払うまで帰れなくなったとかっていう、もう本当怖い思いしてる人もいるので、もうね、そういったものをなくしてもらいたいのでね、ちょっとね、今日はそういったお店を、ここだとは、まあ、ちょっと濁しますけども、
皆さんね、ちょっとね注意喚起としてしっかりね受け止めててください。はい。で、今私いるのがですね、こちらですね、まっすぐ行くとターペゲートになります。もうターペゲートからほど近い場所ですね。今ターペゲートにいますけども、ターペゲートからもうすぐ歩いてねすぐの場所にいますけども、こちら左手に見えますですねお店ございますね。こちら今ねお店の名前が、こんなちょっとねお店の名前ちょっと言わないようにしときますけども、白い雪ですね白い雪って書いてます。英語で白い雪って書いてますね。はい。でこちらのお店なんですけども、以前はね名前が違ったんですよ。以前はねトゥゲザーっていう、まあ、ルー大島トゥゲザーっていうお店でございまして、このね Google マップで見ると、 Google マップでそちらを指してみると、もうひどいのなんの、もうぼったくりぼったくりぼったくりって、もうねみんないろんな世界中の人がもうここには絶対行くなっていう風なねコメント残しております。はい。なのでもうぼったくりとして有名なお店なんですね。こちらの方をですね、まあ、チェンマイのあのウェブサイトの方でねちょっと見てみると、もう悪質なお店だっていうようなことでね、もうすごくね英語で出てきます。日本語だとねなかなか出てこないんですけども、英語の情報だとねもうここはすごいぼったくり店だっていう風な形で出てきます。で手口としてはですね、私先ほどねちょっとね様子を見に行きました。でお店の外でねメニューを見せてくださいって言ってメニューを見せていただくと、まあ少しね高めのカラオケ店なのかなっていうところで、飲み物なんかはね200バーツぐらいで、女の子を1人つけるといくら、 VIP ルームとかってそういうのもまた個別で料金がありましたけども、そういったのはなくてですね、実際にそのお店に入ってしまうと、もうねビール2杯ビール1杯2杯飲んだだけでもう高額な請求をされるということで、もうね世界中皆さん同じようにね、被害を受けてます。なのでねもうここにはもう来ないでください、立ち寄らないようにしてください。怖いです正直。今ね僕友達を待ってるっていう体にして、ここでね続々とねさっきからトゥクトゥクで来てる人が多いんですよね。もうさっきからねトゥクトゥクで何人もこう連れてこられてるんですよね、トゥクトゥクで。今私はここに椅子を置かれて、もうさっきからね中に行こう中に行こうっていう攻撃はすごいんですけども、僕は今外でね友達が来るんで待ってますっていうことで待たせてもらってますけども、あの LINE をね教えてくれということで LINE を今教えました。クワンマシフナティあーラクワンマシフナティってこの感動ってね来来来，喂，哇哇，哇哇，ここにいればね、ぼったくられることはないですからね。トゥクトゥクが、トゥクトゥクが何台も来てます。ほらまた来た。また後ろからトゥクトゥクが来た。もう本当ね、入れ替わり立ち替わりお客さん連れてきますね。アフリカ系のお客さんが来ましたね。こうやって。トゥクトゥクのねおじさんが連れていくんだよ、こうやって西洋人の人。スパイシーに、こちらのお客さんたちはスパイシーに行きたいって言ってるのに、こうやって強引に連れていかれたんだよ。スパイスバーはいいよ。西洋人の人たちにここ行っても大丈夫かって聞かれたから首振ったら喜んでもらいましたね。一緒に座ってる子からですねタバコをいただきました女の子自体はねなんか普通にやっぱタイ人の子で優しい子なのかな、まあでも分かってると思うんですけどもね、なんかここに座ってたらタバコをいただいちゃいましたこれ入んなきゃいけなくなっちゃうよ、これ以上なんか接待されると。こういうぼったくり店じゃなければ普通にねいいお店なのにね、なんでぼったくっちゃうんだろうね。見てください、手をつながれてしまいました。もう逃がさないということなんでしょうか。ただしお店の中に入らなければぼったくりに会うことはございませんのでね、僕はここから堅くなに動きませんよ。そうか、ここで遊べばいいのか。いや違います。
今のところ名前がね白い雪っていう風になってますけども、これねまたね名前変わったりすると思います。これねなんでこういったものがチェンマイなくならないかっていうと、これ僕ね動画なんかでもチェンマイ警察の友達とかと一緒にね出たりしてますけども、こういったところ警察の友人にね聞いてみたところ、はっきりとは言えないんですけども、いろいろと闇が深いんですよ。闇深い。なぜこういった店がなくならないかっていうところはね、まあそれはタイのいろいろ闇があるというところでね、なくならないんですよ。なくそうとしてもなくならない、なくせない、そういったものが絶対あるんだと思います。はい、なのでね本当に気をつけてもらいたいところですね。もうね近寄らないようにしましょう。もう本当ねここターペゲートすぐなんですよ。だからこの辺にね滞在されてる日本人の方ってのもすごく多いと思います。ターペゲートねやっぱり観光の中心になるので、オールドシティのねこの辺にいっぱい安いホテルだったりねホテルがたくさんあるので、こういったところ滞在されてる日本人の方たくさんいます。でこの辺ね昔はゴーゴーバーとかねこっちにあったんですけども、全部ね今なくなってしまって、なんかもうターペ付近でねきらびやかなお店ってもうこんな感じでこの辺しか見当たらないんでね、ちょっと行ってみようかってやっぱなると思うんですよね。なのでちょっとね気をつけてもらえればなというふうに思いますね。あまりにも被害の報告が多すぎて、しかもみんな同じなんですよ。同じお店になってるので、ちょっとねこれはねちょっと気をつけてもらいたいというか、あんまり僕もこんなことは言えないけども、でも僕のチャンネルをね見てくださってる方はね、もう本当にチェンマイが好きでね、チェンマイのことが好きで来ていただいてる方だと思うので、あとはチェンマイに初めて来られる方もたくさんいらっしゃると思うのでね、いろいろチェンマイもっと人がたくさん来ると思うんです。そうなるとねまたさらにこういった被害が出てしまうんじゃないかなってちょっと怖いところもありますので、ぜひね気をつけていただければなと思います。一番大事なのは近づかない。あ、ほら見てください、今トゥクトゥクに乗ってお客様来ましたね。違いますか、ほらああやって来ましたよね。今トゥクトゥクから降りてきましたけども、あの方が何人の方か分かりませんけども、このようにね本当に横行してますよ。本当にやっぱ分かんないですもんね。普通に見ると普通のただのお店に見えますしね、分かんないですよね本当にね。なので気をつけていただければなというふうに思いますね。男の人のねガードさんもすごい多いんですよ。だからそういった方に個室にね閉じ込められて怒鳴られたりするそうなんですけども、本当怖いと思うんでね気をつけていただければなというふうに思います。まあ、僕ができるのはこういった注意喚起だけになりますので、あとはね皆さん、気をつけていただければなと思います。こういったことがありますよ、こういったことを注意してくださいねってことだけ頭に入れていていただければなというふうに思います。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひねこれからもこういったね情報を出していきますので、チャンネル登録ね高評価していただけると嬉しいですね。あ、やっぱりトゥクトゥクに先ほど乗っていた方いなくなってるから、お店の中に入ったんでしょうね。いやー怖いなー。はい、ということでまた次のね動画でお会いしましょう。またねー。はい、いやいやおかねーなー。